名盤ラジオ。名盤ラジオ番外編、たくやです。今回もよろしくお願いします。オスオライヌゾーよろしくお願いします。こんばんは、ひえきです。よろしくお願いします。はい。今回はね、あんまりテーマないんです。はいはい。この間、ルナシーの再録スタイルも終わって、まあ、ちょっと一段落っていうことでね、今回番外編なんですけど。はいはい。まあその最後で、次取り上げるアルバム、もう出てますけど、久々の洋楽、パーフェクトサークルっていうことでね。そうですよね。そうそう。まあそっから2024年の名盤ラジオ始まるので、まあその収録まだしてないですけど、ちょうどね、そういう区切りのタイミングなので、来年どんな音楽を僕ら名盤ラジオは語っていくのかっていうところでね、はい、いろいろ話していきたいなっていう雑談会です、今回は。はいはい、そこの展望をね、もう、ちょっと、作戦会議みたいなもんですよね。そうですね。公開作戦会議。公開作戦会議。ダダ漏れ。ダダ漏れ。ダダ漏れ作戦会議ってことですね。ネタバレになっちゃう。そう。これからね、まあ何を語りたいかっていう、どんなバンド、アルバム、音楽を語っていきたいかっていう、そういうところを、まあテーマに雑談していきたいなっていう。なるほど。もう、でも、大渋滞中じゃないですか、もう我々も。ね。大渋滞中ですよ。大渋滞中もいいところですよね、もう。ちょっと、本当に、いろいろありすぎて、もう。ね。いろいろありすぎてね。洋楽がだって1年ぶりぐらいになっちゃったんでしょ？あ、そうそうそう。それ、すごいですよね。23年、今年の1月にやったレディオヘッド以来だから、はいはい、本当1年間レディオヘッド以来やってないっていう。洋楽をね。いや、まあ、それだけいろいろあったからね、リアルタイムで動いてると、やっぱそれ取り上げてっていうところもあるし。そうですね。いや、それはそれでね、嬉しいというか、充実している証ではあるんだけど、まあそうですね、うん。まあでも今度のね、久々のその洋楽のパーフェクトサークル、楽しみですよね。うん、新年一発目、ね、パーフェクトサークルという、うん。俺らが楽しみにしてるだけで。楽しみ。聞いてる人は何のことやろう。完全に聞いてる人は。完全にもう、あれですよ。ああ、知らねえやつだ、みたいな。完全にもうね、自分たちの欲望のためにやってます。欲望のために。いや、でも聞いたら絶対かっこいいと思いますよ。この名盤ラジオを聞いてくれてるような耳を持ってる人たち。うん、僕はもう、すごい信じてますけどね。うん、ちょっと、聞いてみてくださいよ。絶対かっこいいから。再生数13回ですよね。きっと。ひどい。スターティンだから。全然13回から進まないことになるかもしれない。2桁の止まり。それはそれでね。ね、13回まで行ったらちょっともう止まっていただいてっていうか。いやー、でもね。そういう洋楽、またやるっていうところで、久々に聞いてみましたけど、はい、やっぱすげえかっこいいなって。はい、いいっすね。はい。ああ、俺も聞いてすげえ最近ハマってるんですね。もうあれですか、始まるんですか、今からは。いやいやいや。そんな話はねできないけど、いやーやっぱ好きだわーって。なりますよね。そのアルバムは避けてる、今んとこ。ああ、なるほど。だから、むしろ。違うアルバムとか、はいはい、あとライブ版とか聞いてですけど。周辺からこう、ちょっと固めてってる感じです、ね、やっぱりめちゃくちゃかっこいい、やっぱすごい影響受けてるよなっていうのも感じるし。いや、これだよ、これっていうのはありますよね。ですね。うん、で、なんかそのつながりで、その近辺の、うん、まあ同じぐらいの時代の
まあ、バンドたちも結構聞いてたんですけど、はい、いや、やっぱいいなって、うん、あの頃聞いてたバンドたち。わかるね。まあ、このね、オルタネティブロックというか、何なんだろうな、たまらないなっていう感じになるんですよね。まあやっぱね、うん、かなり、なんというか、まあ、あの20代前半というか、うん、ちょうど二十歳前後ぐらいにめちゃくちゃ聴いてた音楽ってやっぱ特別ですよね。僕は結構最近、あの、メタルつながりでメタリカとか聴いてますけどね。メタリカを、じゃあ、メタリカは本当にね、本当にやばいですよね。ね、いいよね、メタルね。最高っすね。なんかちょっと若干最近自分もメタル、久しぶりに結構来てますね、ブームが。なんかね、メタリカ笑っちゃうんだよね。面白くて。わかりますね、めちゃくちゃ。いやー。メタリカといえば、ヒデくん。いや、メタリカも超大好きですからね、本当に。ヒデくんにとってメタリカはもう相当でしょ、多分。相当好き、相当好きですね。うん、メタリカと X ジャパンが同じ日にライブやるとしたらどっち行くの？どっち行く？うわうわで悩むくらいってことでしょう。いや、悩む。すごい、それがもうすごいよね。あ、だって X のライブなんてもう、いつ見、もうね、何回見れるか、これからはわかんないし。いやー、うん。メタリカのアルバムで一番好きなのは何？ヒデキ君が。うわ、またそれもめちゃくちゃ難しいですね。めちゃくちゃ難しいなー、それ。ネイマンラジオでメタリカやるとしたらどれ？うわ、一枚だけやるよっつって。うわ、めちゃくちゃ難しい。いや、個人的には、まあ、ちょっとなんだかんだマスターオブパペッツなんですけど、個人的にはですけど、名場ラジオでやるならセイントアンガーなんじゃないですか、多分。なんか、なるほどね。なんとなく。若干そっち寄りのというかなんか。まあ、それもあるし、なんかちょっと物議を醸す感じもあるし、面白いのかなっていう気はするんですよね。セイントアンガーめちゃくちゃいいっすけどね、あれ。じゃあさ、X がさ、はいはい。ジェラシープラスアートオブライフ再現ツアーやりますって。で、メタリカが同じ日に、マスターオブパペッツ再現ライブやりますって言って、どっち行くの？ああ、でもそれは X に行くかなって感じですね。その X ってだって究極じゃないですか、もう。そうですね。意外と即決なんだ。そこは X、それは X に行きますね、多分。そうだよね。アートオブライフなんてもうね。やれる、ですね、やれる保証ないもんね。それを絶対弾けるってもうやばいっすよね。うん、それはそうなる、うん、なりますね、そこは。うん、いやー、メタリカもでもマジで、行きたいですけどね。メタリカでも日本来てんじゃないの？ちょいちょい。そうでもない？いやー、最近はちょっとわかんないというか、あの、自分が最後に行ったとこは、もうほんといつなんだろう。最後に見たのはサマソニーで見たのが最後ですね。おー、なんだろう。でもだから相当めちゃくちゃ前だと思うんですよね。10年以上前なんじゃないかなっていうか、10年前以上かちょっとわかんないですけど、サマソニーで。あ、2013年？お、じゃあちょうど10年前じゃん。うん。おなんか感覚が。13年と2006年に来てるんだね。サマソニーで出てたのって2013年。
と2006年かな。ああ、多分2013年だと思うんだよな。うん、うん、で結構さ、うん、アルバム出してんじゃん、コンスタントに。だそうですね、出してますね。うん、だから、それのツアーで日本来てたりしないのかな。いや、あんまり多分来てないと思うんですよね。もうやっぱ一番最後に来たのいつなんだろう。もうひどいくて来ないのかな。国外にあんまり出ないのか。うん。もう洋楽だとね、そうなっちゃうもんね。うんうん。今ディスコグラフィー見ると、2023年に出てて、その前が16年。はいはい。その前2008年。割と、メタリカ空いてますね。うん、今年出たから、やっぱメタリカやっぱ2013年。ああ。メタリカやっぱ2013年、自分が行った時が一番最後ですよね。あ、そうなんだ。じゃあ、それが最後ですよ、やっぱり来日。なるほど。それ以来来てないんだ、やっぱり。いや、あれの時もめちゃくちゃかっこよかったですね。いや、バカったですよ。めちゃくちゃもう、ちょっと本当に、なんか、あれは、やばい、やばすぎっていう感じでしたね。まあそこでちゃんと言ってるのはさすがだよね、やっぱ。最後の来日にちゃんと言ってる。ね、最後の来日言ってる。次来たらまた行かないと。もう、あれはね。じゃあメタリカの来日とトゥールの来日被ったらどっち行く？うわうわうわ、それはちょっとまた。で、俺とタッカーもトゥール行くでっつって、もう、うん、絶対行くでしょって、もう、盛り上がってるわけよ。そこに、うわ厳しいな。俺はメタリカ行きますよっつって。あー、すげえ、厳しいな、そこは。まあでもそれはそれでいいんじゃない？これはね、やばいな。それちょっと。それでダブル感想会。いや、もう決められないっすね、そこ。本当に。いや、まあ、でもそれぐらいで決められない。それ決められない。俺らからはさ、めっちゃ言われんだよ。うん、トゥール行かないの？いやー、でも、誰かもう行かないのって。うわあ、でも、すげえ迷うぐらいなんだ。うん、それくらいのね。すごいことだね。迷うぐらいですね。うん、なるほどね。いやー、あれは厳しいな、その質問は。エンゾさんだったら、トゥールと迷うぐらいのってあるんですか、そうすると。ないないない。あ、そう考えるとすごいよね。そうですよね。僕もパッとないかな。ないね。もう 100% トゥール行くね、俺。ああ、うん。レディオヘッドとトゥールだ。トゥール行くね。100% トゥール行く。まあでもそこはそうっすね。うん。それはわかるな。トゥール、あー、ないない。もう 100% ない。もう。もう死人が蘇るぐらいの。ヒデがいる X が見れるとか、そういうレベルじゃない。そのレベルじゃないと太刀打ちがもう。太刀打ちできない。100% トゥール行く。うん、なるほど。いや、僕もそうじゃないですか。まあ、そうですね。まあでも、XJAPAN とかだとちょっとあれですけどね。ああ、そこをどうすんの、被ったら、バッティングしましたみたいな。いやー、XJAPAN とだったらちょっとまあ迷う。まあ確かにな。厳しい。そうだな、うん、X。うん。まあそこもなんか希少性みたいな話になっちゃうから。そのね、次いつ見れるかわかんないみたいな、そういう話になっちゃうとまた違う話だから。いやー、そこでね、自分は X と、トゥールとメタリカが被っかなっちゃったらもう。メタリカ選ぶ可能性があるっていうね。いや、でもすごい、やっぱそれだけ大切なバンドってことだもんね。いやー、そうだね。メタリカは、行きたいっすね。それぐらい行きたいな。かっこいいよ、あの人たち。うん。
でもトゥールだよ。わあ。もうトゥールはもう今回でもうワールドツアーしませんっていう。いや日本にはもう来ない。もう一度来ない宣言。いやーそしたら迷うな。ダニーがもうちょっともうダニーの限界が近いって。ダニーの腰がもうダメだっつって。腰が限界を迎えてる。いやー難しいそれ。じゃメタリカもーラーズがもう腰が。ラーズの腰が限界。DX はヨシキが首が。ヨシキが首が限界だ。もう3バンドともこれが最後っていう。3バンドともドラムがもう限界を迎えてる。ドラムがもう今回最後になるんだっつって。それが同じ日に被るっていう。いやもうサマソニでさ、3バンド出てますね。それ、やっぱいいよね。それでいいじゃん。解決策としては。まあ、サマソニじゃなくてもいいんですけど、フジロックでもいいんですけど。サマソニのあのマリンスタジアムに3連続で出てくれればいいんですよ。それだ。答えはそれです。フェスに3連続で出るって。サマソニ。3バンド目にはもう疲れちゃっても、疲れたりしちゃう。そうですね。何番とともメタルっていう疲れちゃうよね。うん。メタルバンドのライブ結構疲れますからね。サーマソニーで行った時も結構なんかぐるぐる回るやつが起こってたと思いますね。確か。なんか何サークルモッシュみたいなやつ。ああ。お客さんのところでね。そう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 。はいはい、はい。それサマソニーは結構行ってるの？2013年が最後。サマソニーが行ったのはそうだね。それ以来行ってないかな。その前は一番最後かな。いやーでもサマソニーに限らずそういうフェス系っていうか。ヒデキ君、あれじゃん、フジロック行ってるよね。いや、フジロックは一回しか行ったことないですね。一回だけ行ったことあるんですけど。一回だけですよ、フジロック行ったことあるのは。いつ、誰が来た時？いやー、ちょっと今、めっちゃ名前が今、ちょっと、あれですよ。テクノ系の、テクノ系の人。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 今ね、どういう。ちょっと待ってくださいね。テクノ系の人、どういうテクノ系の人。ケミカルブラザーズだったかな。あ、ケミカルブラザーズ。ケミカルブラザーズだった気がするんですけど。気がするとか言って。ケミカルブラザーズ見に行ったの？いや、まあ、それを見に行ったってわけでもないんですけど。何見に行ったの？いや、なんか別にこれを見たくて行くみたいな感じではなかったですね。フジロックに行きたくて行ったっていう感じだったんで。あ、まあ、ケミカルブラザーズ。フジロックに行く人ってそういう人多いよね。そうそう、だから別にケミカルブラザーズが来てたから、っていうわけじゃなくて、ケミカルブラザーズだった。そう、ブラザーズは、見た、ケミカルブラザーズだったと思うんだよなぁ。で、土砂降りの雨だったんですよ。辛すぎたんですよ、ね、それが。言ってたよね、なんか。それ、話しましたっけ？なんかその、土砂降りすぎて、なんかもうなんか、それどころじゃねえみたいな。19年かも。そうだね。多分そうだな。フジロックはでもその時だけですね。一回しか行ったことないんで。その時テントで泊まったんですけど、テント張る場所がもういい場所が全然残ってなくて、なんか山の斜面みたいな、急斜面みたいなとこしかも止められ、建てられて。斜めに寝てたっていう話を。そうそうそう。もうなんか、寝たけど、なんていうか、斜めに、ほんとそうです。してたよね。立ってるみたいな状態っていうか、寝てる、角度的に。急斜面。
そんなとこねえだろ。朝起きたらテントのあの下の方に全部荷物が下の方に全部下の方に乗ってて、それ危ないよね。テントがもうねめちゃくちゃ下の方にこう荷物が全部下に行って、あのすごい形になってましたねテントが。あれでもうフジロック辛すぎるなと思って。あなるほど。キャンプはキャンプでね好きなんですけどね。別に見たくもねえ君が見たさなんだろう。いやいやいや。フジロックってだってさシガーロスとかトゥールとか来てたじゃん。うん、そうですね。ね19年じゃない。別に。レッチーとかもあったよね確か。でもそうですね。もすその年何来てたんだろう。19年何来てたんだこれ。この時来てたの誰だ。え、マジで何見たかちょっと。覚えてないのそんな思いして。いやー、ああ、そうっすね。なんだそりゃ。N ゾさん、フジロック行ったことは。いやー、フジロックはないっすね。ハードルが高い。ですけどね。ねえ。もっと高いっすよね。基本だってやっぱね、泊まりになるから、ハードル高いなっていう。まあ、行くならちょっとホテルにちゃんと泊まりたいっすね。うん、でもその大自然であれするのが醍醐味じゃないの？醍醐味だとは思うんですけどね。醍醐味だ。いや、辛すぎじゃないな。でも辛すぎた。いや、辛すぎますよ、あれ。本当に。いや、キャンパーなのにね。いや、あれはまたちょっと違うな。また別物ですね。白くかね。N ゾウさんはめちゃくちゃインドアの。インドアの。自然の中では生活できない人種だから。いいよ、自然も。意外と。でも俺、大学の時のね、全然関係ない話だけど。はい。授業、体育の授業でね、キャンプ取ってね。体育の授業でキャンプ。キャンプっていう科目があるんです。あるんですか。そう、あったんだよ。で、それは、その、この科目めちゃくちゃいい。普段ほぼ出なくていいみたいな。はい。で、夏休みに合宿、まあ、キャンプだよね。ああ、キャンプ行って、はいはいはい。それさえ出れば単位が取れるっていうので、俺はそれを取って、ものすごい、三日三晩、山の中でキャンプみたいなやったんだよ。三日三晩そう。虫が出る中で、自分でなんかね、張ってて、テント張ってみたいな。テントじゃない。寝袋だ、寝袋。うちです。すっげえワイルドなやつやったことあるよ。すごい。そうそう。だから俺、フジロック行けるんだよ。おー。うん、おぉ。じゃあ。じゃあ今度ね、ブルガしたら行きましょうね。そうですね。そっから生配信しましょう。どこでも生配信。いやー、僕でもフェス系サマソニだけだな。行ったことあるのは、うん、サマソニはね、もう都会だからあれ。都会派です。まあ都市型ロックフェス。完全にもう快適そのものですよ、ね、あれは。まあ。シティボーイとしてはね。シティボーイとしては。サマソニアだって俺は近所だもん。ああ、そうですよね。うん。もうあれですか、ちょっと、ちょっと見てくっか。ちょっと散歩がてら行ってくるか。ちょっと散歩行ってくるわ。ちょっと散歩がてら。ちょっと3時間ぐらい散歩してみたいな。いいな、いいな。いやー、まあサマソニアやっぱいいっすよね、そういう意味では。うん。いや、でも、そうみたいに暑いけどね。ああ、まあ、暑い、そうですね。まあ、ちょっと語りたい音楽をね、話さないと、ちょっと昔話。なんかフェスの話をしだして。フェスの話をね。いや、でも、メタリカほど語りたい、うん、なんかそれくらい熱いバンドが僕と N ゾウさんになんかあるかって感じですね。おー。めちゃめちゃあるよ、俺。めちゃめちゃあるわ。どの辺つかパッと出てくるところでいくと。いや、もう、バンドもそうだし、バンドじゃなくてもそうだし。はい。
めちゃくちゃありますよ、僕は。じゃあ、どの辺でしょう、それは。いやまあ、ちょいちょい話には出るけど、僕的にはやっぱ最近の、うん、J-POP シーンの、はいはいはい、エメとかアドとか、あ、はいはいはい、うん、そこはなんかそのバンドじゃないっていうのと、うん、まあ時代も現代だし、うん、現代 J-POP シーンの女性ソロアーティストっていう、うんうん、今までこの名盤ラジオでは全く取り上げてない、うん、なるほど、うんうんうん、っていうところでっていう話も結構面白くなると思うし、うん、っていうので確かに確かに、うん、エメアドっていうのは個人的にはすごいやりたいなと思ってますし、なるほどなるほど、女性アーティスト自体少ないですもんね僕らの中で、あ確かに、うん、確かに、まず今まで本当ユージーンしかいないし、うんうん、アド最近なんかいろいろカバーアルバムみたいなの出しますよね、うん、歌ってみたみたいな、うんうん、まあでもすごいっすよね、うん、もう N-O さんの影響でちょいちょい聞きますけど、うん、いや単純にすげえなっていう、あと、まあ、歌がうまいですね、本当に、うんうん、なんかもううまいとかっていう次元じゃないよね、うん、そうそう上手だねみたいな感じじゃなくて、もう、そうもうぶっ飛ぶぶっ飛んでるっていうか、うん、ちょっとなんか今までの、その日本にしても海外にしてもそうだけど、今までいたシンガーとちょっと違うんですよね。うん、もう歌でサーカスをやってるというか、曲芸をやってるような感じ。そういう歌い方をする人っていうのはもう、ほんと誰一人いなかったみたいな。うん、なんで、うん、やっぱアドは、まあ、ワールドツアーもやるし、うんうんうん、すごい面白い存在だと思うし、うん、で逆にエメはものすごいものすごい表現力の人なんですよね、うんうん、その突拍子もないことはやらないんだけど、すごいオーソドックスなスキルとか表現力で究極を極めてるような感じなんで、うんうん、割と両極端ではあると思うんですけど、やっぱこの2人は個人的にはもうすごい人が出てきたなっていう、うんうんうん、日本から、うん、っていうので、まあ、ちょっと語ってみたいなってのはありますし。うん、そうですね、うん。逆にロックバンドって言えば、レッド・セッペリンとか、セッペリンピンク・フロイドとか、すごい。その辺やりたいっすね、確かに。トラディショナルなのも。確かにそうですね。あと、デビッド・ボーイとか。そうですね、そうですね、そうですね。とかね。名盤ラジオというからには、なんか、その辺やりたいな。確かに確かに。ああ、確かに。ザ名盤。ザロックの名盤、ね。まずその辺やってからでしょ、みたいなとこありますよね、確かに。それはありますね。うん。ゼッペリンはめちゃくちゃもう、本当に。ゼッペリン昔一回やろうとした時あったけどね。一回やろうとしてたんですけどね。流れちゃったんだけど、結局。うん。ゼッペリン、次回予告まで撮ったもんな、あれな。次回予告撮って撮り直したんじゃないですか、確か。なんかあって。なんでやるなんで、なんだったか、ちょっと。なんかあったんだ。なんかあって。リアルタイムでなんか動いたからし。そう、うん。なんかちょっと、ちょっとそっちやんなきゃってなっちゃったけど。ゼッペリンはめちゃくちゃジミー・ペイジ。レッド・ゼッペリンと、まあ、ピンク・フロイド、キング・クリムゾンとか、うんまあ、デビッド・ボーイ、うん。イエスとかですね。イエスとか。あおいやまあ、イエスもそうだね。やりたいですよね。イエス。イエスやるなら、ピンク・フロイド先だろうか。まあ、確かに。まあ、クリムゾンあたりやりたい。クリムゾン。キング・クリムゾンね。その辺は、その、僕らがリアルタイムで聞いてない時代の、まあ、90年代とかだと、まあ、ガチリアルタイムではないけど、まあ、ほぼほぼ世代と言える、あれだけど、そっからかなり遡った70年代とか、その辺は新しいですよね。全然やったことないから。うん、古い感じ、ね。うん。そこはなんか一つやっておきたい。
よね、うん、名盤ラジオを名乗るかにはっていうのもあるし、確かに確かに、まあ、自分たち的にも面白くなりそうだしっていう、うんうん、あとすごいジャストなところで言うと、うん、ヒット A やりたいんだよなっていう、まあ、ヒット A もやりたいっすね。キット A だってたびたびなんか出てくるじゃないですか、キット A の1曲目があって。うん、いやー、だってもうちょっと今話してるだけで聞きたくなるもんな。あれはやっぱりいいっすよね。あれはね、あれはもうね、ほんとリアルタイムでうちらが体験した時代の転換点なんですよ、あれは。ほんとに、うんうんうん。うん。だからやっぱ、あれも、まあ名盤ラジオというからにはみたいな。いやー、うん、もうだって僕今日この後全部終わったらキッド A 来て、ね、聞いて寝ようかなって今ちょっと思って寝る前キッド A 聞こうって思っちゃった。結構あそこからあそこからさ、その、はい、エレクトロニカとポストロックっていうジャンルがすごいねえ流星を極めたわけで、うんうん、そこの話にもなるだろうしっていうので、やっぱ確かに確かに、うん、多分盛り上がるんじゃないかなっていうところでね。確かに、うん、あの音楽をバンドであるレディオヘッドがやったってのがすごいですよね、やっぱ。そう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 、そのタイミングで、そう、うん、エフェクスツインとかそういうもともとそういう人たちがやったっていうんじゃなくてっていう、うん、そうそう、うん、そのロックからのアプローチというか、うんうん、単純にギターバンドだったレディオヘッドがああなったっていう、うんうんうん、このなんか大きさっていう、そうですよね、うん、うん、それがその周りのバンドに与えた影響って別もなく大きかったんですよね、あの時、うんうんうん、その辺の話とかは盛り上がるかなっていう、めちゃくちゃちょっと、うん、一リスナーとしてその話聞きたいわって。ちょっとなんでリスナーになってる。いやいや、エルドさんちょっと話してくださいよって。俺、すごい思う。この辺はね、直撃してるからな。いや、いいっすね。そうですね。うん。個人的にはなんかその辺が結構やりたいかなっていう。なるほど、なるほど。あと、俺の個人的な好みだけど、ザ・スミスはやりたいっていう。ああ。スミスめちゃくちゃ好きでね。なるほど。うん、UK の最重要ロックバンドだと思うんですよね。そう、うん。そういうとこもやりたいなとか、思ってたりしますけど。なるほど。タクヤさん的にはどうですか、タクヤさん的には。これを行きたい。まあ前からなんかチラチラ名前出てますけど、やっぱ U2、 U2 最近もちょっといろいろ聞き直してましたけど、やっぱいいなーってのもあるし、まあ最近だとなんといってもやっぱスティーブ・リリー・ホワイトつながりでね、ルナシーとそういうのもあるから、やっぱ、うんうんうん、うわ、このアルバムスティーブ・リリー・ホワイトだったんだ、みたいな。そういうのとか普通にあるからね、やっぱすごい。うんうん、U2 は、だからそういう意味でも、ね、ルナシーファンとしてもやっぱ聞く価値あると思うから、うん、そういうのを名盤ラジオでやることによって、うんうん、まあ聞いてみようって思う人が増えたら、嬉しいなって思う。この間のあの、めっちゃいいもんな。ね、あの、ベガスのね、はい、ザ・スフィアっていう会場で。うん、ああ、あれですか、360度。そうそうそう。ドームみたいな。あれも、度肝抜かれたし、うん、あれと同時並行、だったわけでしょ、スティーブ・リリー・ホワイトって。あれの U2 とルナシーの再録を同時でやってたって、何それみたいな。すごいっすよね。俺はやっぱ日本人としてはすごい誇りだしね。世界規模。世界規模。うん、
すごいよなっていう。ルナシーってもうそういうレベルなんだっていうのも。そういうレベルってことですよね。感動しましたし、うん。そういう、もう本当に世界のロックの最先端を手掛けてるプロデューサーが、もう僕の仕事は U2 とルナシーしかもう関わりたくないって言ってる。俺もなんか鳥肌立っちゃうよね、みたいな。鳥肌立っちゃいますよね。ねえ。そういうところで。J が昔からその自分に影響を与えたアルバムとして U2 の WOW を上げてるけど、その WOW がスティーブ・リリー・ホワイトプロデュースだったりするし、だからその辺とか面白いなと思うし。そうですね。U2 はでも、ヨシアトリーとかやっぱ有名ですけど、この辺はまたプロデューサー違うんですよね。ブライアン・イーノとダニエル・ラノワっていう二人のプロデュースだったり、まあ、この二人も U2 といえばっていう。まあそうだね。そう。U2 といえばっていうところだったりするから、結構スティーブ・リリー・ホワイトだけじゃないんですけどね、U2 って。ブライアン・イーノだとね、デビッド・ボーイもやってるもんね。はいはいはい。いろいろ面白いと思いますね。そうですね。ないまあ、やっぱり U2 もやっぱね、名盤といえばやっときたいよなと。名盤ラジオといえばやっときたいっていうのもあるしね。そうなんですよね。日本の我々が結構ど真ん中のルナシーというバンドとも関わりが深いというのもあるし、面白いですよね。そうですね。せっかくそういうつながりがね、できたからには。そうですね。まあ、あとは個人的にはやっぱ、ビートルズもいつか。そらでしょう、確かに。もうこれは、究極といえば究極ですからね、もう名盤、名盤ラジオというからには。そこを真っ先にやるべきじゃないのぐらいの確かに。本当はそうですよね。まずビートルズから行けよ、みたいなさ。確かに。ね。まあ、全歴史の中の名盤とかそういう話になれば。ね、まあ、ビートルズはやっぱ一個やっとかないと。ね、ビートルズはでも勇気がいりますね、やるのは。もう全部タクに任せるから。ビートルズはやるならどれが一番？いや、これはね、もう難しいっすね。難しいよ。全部が全部だって。そう。ねえ。歴史的なものになってしまってるから、もう。ビートルズはでも、やるならもう全部最初からやるぐらいの。一個ずつ順番で。そういう、まあ、レベルというか、なんていうかな。そういう価値があるというか。結構やっぱ、なんかね、ストーリーがやっぱあるんだよね。なるほど。こう行って、次こう行って、みたいな。その辺が面白かったりするんだけど、やっぱ、ジョンとポールの力関係の変わり方とか、そこにジョージが絡んでくるとか、そういうのがあったりするから、その辺をこう見ていくと面白いんだよね。なるほどね。中期だとやっぱこう、すごいバチバチしてて。その辺のバランスがこう変わってきてるんだなとか。そうそうそう。で、後期になるともう結構バラバラで、その辺の同じ土俵で戦ってない感じがするみたいな。だけどバンドとして成り立ってる。そういう面白さがあるから、それぞれね、アルバムの面白さが違うんだよね。っていうようなね、のがあるから、結構で、どれをって難しいんだよね。難しいよね、確かにね。めちゃくちゃむずいよね。うわー、どれ一番って言われても確かに、ね。まあ意外とアルバムもそんなにめちゃくちゃ多いわけではないから。なんかビートルズぐらいになったら、いずれ
順番にこうゆっくりやってっても面白いなとは思うけど。確かにね。うん。ビートルズも今ちょっと話してると聞きたくなるね。ビートルズサージェント・ペッパーズ。ああ。その辺はもうね。あの辺が名盤だからね。あれ超好きなんだよ。あれ超好きなんだよな。あれが一番好きかも。あれか。あれはすごいよ、やっぱ。あれすごいよね。いや。サージェント・ペッパーズ？サージェント・ペッパーズ。うん。うんうん、ロンリー。僕は結構もうやっぱあれでハマった感じあるもんな、ビートルズ。あれいいよ、ね。いや、ビートルズってそんなすごいのみたいな。ああ。それまで結構ベストアルバムとかで聴いてた感じだったけど、そのオリジナルアルバムのビートルズっていうのの凄さ。なるほど。とかやっぱサージェントペッパーとかを本当にアルバムとして聴いたときに、やばくないみたいな。でもなんか自分も割とそうかもしれない。あのアルバムでなんか認識が変わるっていうかね。なるほど。なんかすごい好きですね、あれは本当に。そういう感じはありましたね。いいよね。うん、いやちょっとキッド A じゃなくてそっち聞いてねえよかな。上書きされた。上書きされた。そっちの方がちょっとむしろ。あやべえ、久しぶりに聞きたいと今なった。ビートルズはもうね、リボルバーとかもちょっとありすぎてね、やばいっすよね。リボルバーとかも最高だよね。最高すぎてちょっと。俺は結構リボルバーなんだよ。あー、いやー、わかる気がする。わかりますね。それもめちゃくちゃ、すごいわかりますね。やっぱりビートルズって、もう俺らの世代だと、ね、音楽の教科書に載るぐらいの、なんか、普遍的なというか、なんかそういう、ね、模範的なみたいな、割とそういうイメージがあった中で、リボルバーを聞くと、ああ、ロックバンドじゃんみたいなのを。ロックバンドですね。感じるから、なんかそこにすげえグッときた。で、なんか、あ、リボルバーかっけえなっていうのは、なんか自分の中で大きいですよね。そうですね、そうですね。いわゆるそういうベストアルバムに入ってないような曲がめちゃくちゃいいんですよね、リボールは。そうそうそう。アンディア・バード・キャン・スイングとかめちゃくちゃいいからな。結局、そこの、やっぱね、ビートルズがやってたところから、どうなるのかっていうところで、レッド・ゼッペリンとか、ピンク・フロイドとか、っていうのが派生していくとやっぱ面白いから、うんうんまあ、やっぱりビートルズが中心にはいるんだよ ねやっぱりね、でもこのビートルズの奥深さってなんかそのビートルズにまんま似てるフォロワーって全くいないっていうところがもうその凄さを物語ってると思ってて、おでリボルバーとかもうめちゃくちゃわかりやすいですけど、うん1曲目ジョージ・ハリスンのタックスマンでリードボーカル、ジョージ・ハリスン。2曲目、エリナ・リグビーで、ポール・マッカートニー。リードボーカル、ポール・マッカートニー。で3曲目、I'm Only Sleeping で、ジョン・レノン。リードボーカル、ジョン・レノンっていう、なんかその作曲者が、自らリードボーカル取ってっていうのが、こう、曲ごとに変わってくって、なんかそんなバンドいなくないですかっていう。で結構だからビートルズが全てのお手本でその後にねみんなビートルズみたいになったみたいなことも言われたりするけどその部分って絶対真似できてないんですよねみんな。そうっていうのがめちゃくちゃ奥深いんですよね。でリボルバーはまさにそれを同じ土俵で3人っていうかまあリンゴも含めたみんながバチバチやってるのがリボルバーですね。同じ土俵でみんな戦ってるアルバムなんですよね。その後になるとちょっともうね、バラバラになって、同じ土俵でもうあえて戦わない感じになってて、まあそれはそれで面白いんですけど、リボルバーがそのバチバチが一番楽しいんで、さっきエヌゾさんが言ってたロックっぽい感じが多分、出てる。うん、っていう感じなんですね。3人ボーカルだともうね、あとはマキシマム・ザ・ホルモンぐらいじゃないかなっていう感じになるね。
かなかないですからね。もうすでになんか熱く語り出してるけど。そう、そうで、ね、そういう話をね、したいなって。ね、名盤ラジオって言うからにはね。名盤ラジオだ、ね。そう、日本とかもね、ナンバーガーとかも語りたいしな。なんか。ナンバーガーな。ナンバーガーとか語りたいじゃないですか。ナンバーガーもな。ナンバーガーとか。やっぱね、最近、千葉雄介が亡くなってしまったけど、ミッシェルガエレファントとかもやっぱり、そうですね。暑いし。エレファントもね、確かに。そうですね。俺はあのバンドはね、ビジュアル系を葬ったバンドとして認識してるからね。ああ。結構、結構ね、話すと面白くなると思うんだよな。なるほど、なるほど。面白いですね、確かに。あと、これはまあ、これはまあ言ってもいいのかなと思うんですけど、はいはい。一つ確定してるバンドというか、はいはい。これ名盤ラジオでちょっとやりましょうというバンド、うん。新しく。はいはいはい。イエローモンキーは、イエローモンキーは。ああ、いえ、もう、そうっすね。そこね。吉井和也復活に合わせてやっていきましょうって感じは。いや、もう、もうね。まあ、なんかこういう話をしてると、こう、いろいろ出てきますね。おのおの。ありますね。これは語りたいみたいなアーティストがやっぱいっぱいいますよね。考え出すともうなんかちょっとキリがないっていうか、あれなんですよね。まあ、個人的にもほんとハイスタとか、そういうパンクとかメロコア系のバンドメロコア系ね。もうそう、すごい好きだし、もう、様式美メタルみたいなやつも好きですからね。ハロウィンとか。ジャーマンメタル的な。ジャーマンメタル的なやつもいけるし、なんか。まあ、ミクスチャー系のね、バンドもすごい。システムオーバーダウンとか。ああ、システムオーバーダウンもそうだな。の辺も結構いいじゃないですか、なんか。すごい、すごい結構リクエストもあるところで、プロディジーとかも結構ね。ああ、そうプロディジーすごいリクエストしてる人いたんで。リクエストもたまにね、コメントとかで。そうですね。ありますからね。そうそう。結構ね、記憶にはとどまってるんですけどね。なかなか。まあ、リンプビズキットとかね、リンプも、リンプやってねえんだって。リンプやってないですよ。リンプはもうね、やりたいですけどね。リンプとか。ヒデ君のモノマネが。炸裂する、ね、炸裂する。出るのか出ないのか俺が大好きな。あのモノマネ。フレッドダースト。そっくりすぎて笑っちゃったんだ。いやそうだよね、その辺のバンドもリンプやってないし、スリップノットもやってないもんね。そうですね、スリップノット1個もやってないんですよね。スリップノットスリップノットもやってないのはダメだよね。確かにスリップノットはまたいろいろねありますからね。そういうミクスチャー系というかね、アットザドライブインとかもやりたいじゃん。アットザドライブ、あれマーズボルタ、ね、マーズボルタはやったんだ。マーズボルタやりましたけど、アットザドライブインザコーマトリアム。マーズボルタ、誰が聞いたんだろうな、あれな。そうそうそう。いやーめっちゃ、いや、でも、ちなみに、あれよくないですか、最近、マーズボルタ回、聞き直してたんですよ、めっちゃ直近。どうあれめちゃくちゃ面白いっすね。マーズボルタ界、いや、あれ多分ね、一番擬音が多い。擬音が多い。ヒデ君の擬音がめちゃくちゃ多い。ああ。それが面白くてもうなんか。擬音が多い。あ、なんかこの頃こんな擬音多かったんだなって。なんか、最近結構名盤ラジオ擬音少なくないですか？あんまり。ドゥーンぐらいしか言ってない。
確かに確かに。だって、俺は気をつけてるもんだって。あ、そうなんですか。利用使わないように。そう、割と、やっぱちゃんとね、語彙力というかなんか、言語としてこう表現しようというか、自分の中であって、割となんか擬音使わないようにしようっていうな。そうなんですね。そう。なるほど。口ギターの名盤だぞ。そんなに、あと、マーズボルタ会の時。マーズボルタ会、すごいよ。擬音のオンパレードだ。マーズボルタ擬音出てもしょうがないでしょ、あれ。あれだってもう、それしか表せないし。ちょっと表現の仕様がなかなかないから。しょうがないんだよな。あ、ちょっとマーズボルタ会聞いてみよう。いや、もう面白かったさ。マーズボルタもファーストしかやってないけどさ、セカンドだって結構なんか。セカンドやりたいな。なかなかじゃないですか、あれはあれで。語れるのかな。フランシス・ザ・ミュートでした。フランシス・ザ・ミュート。フランシス。セカンドもなかなかじゃないですか、あれ。あの辺はもうすごいよね。あーねー、でもあのファーストもよく語れたなって思うけどね。いや、あれを語ってるやつはいないでしょ。そうそうそう。だからやっぱ名盤ラジオの洋楽界ってすごいなんかもう手前味噌だけどめちゃくちゃ面白いんだよな。聞き返すと。そうなかなかの。すごいね。結構大きな話になったりとか、あと結構もうその楽曲の中身の音の部分にめちゃくちゃ入り込むから、やっぱね、すごい違うんだよな。日本の、まあ、ルナシーとか、そういうのをやるときと、まあ、全然、どっちがいい悪いじゃないんだけど、結構、なんか、フォーカスしてる部分が変わってくるっていうか、そこはね、面白いなと思う。洋楽界の時の。本当に音に入るもんね。考えてみてくださいよ。フールと、ジガロスとマーズボルタを言葉で語ってるなんてコンテンツないよ。確かに。そんなもんないよ。そんな難しいね。ところにチャレンジしないですよね。そんなもんやらないですよ。確かに。俺は、これもう素晴らしいよね。急に始まる自画自賛。でも、こんな、もうね、聞いてる奴は誰も分かってない、こんなこと、この凄さを。この凄さを。この凄さを。いやね、本当でも。いや、あんなもん、語れねえよ、だって。それをなんか、一生懸命こうね、口ギターで。一生懸命で。いや、頑張って。一人でやれって言われたら途方に暮れますよね、本当に。いや、もう絶対やらないもん。三人だからね。三人だからなんとかね。なんとかね。なんとかできてる。それがすごいよ。だって、トゥールとスマロスとマーズボルタを語れる三人がいるっていうのはすごいことですよ。ね。これは素晴らしい。確かに。もシガーロスとかもまたやりたいですけどね。シガーロスも結構やってないアルバムがいっぱい。いや、全然2枚しかやってないからね。次のタックとか。やんないと。むしろタックね。むしろタックだよね、普通。タックが、やっぱ一般的にはタックがあれなんでしょ？我々的にはそうじゃないのかもしれないけど。ねえ。いや。まあでも、カッコ界はもうね、結構、あれは、やり尽くした感っていうか。まあ、ほんとそうですね。あれは多分もう、今やっても多分、あれとそんな変わんないんじゃないかなぐらいの完成度な気はするから。あの特別なアルバムをやっぱそれくらいの完成度でできたっていうのはちょっと、誇らしいよね。あれはあれで結構何度も同じこと言ってるけどね。うんうん、まあでも、それくらい、そう。が大事なんだよっていうのをなんか、そういうアルバムってことですからね。うん、そうっすね。うん。すごいっすよ。うん。うん、あとは何かありますかね。うわぁ。まあ、だろうな。まあ。でも個人的には、とか、っていうのはなんかそれぞれ、めっちゃいっぱいあるよね。個人的にはっていうのでいけば、本当にいっ
ぱいありますね、うん、その中でこうこの3人で、うん、ある程度こう形になりそうかなっていうのをなんか、ね、うん、チョイスしながらで、ね、なっていくんそうですけどね、うん、3つの3人の丸が重なる度合いがどうっていうね、うん、そうそうそう、うん、この辺が割となんていうか探り探りというか、今まではかなりその3人の丸の重なりが大きいところをずーっとやってきてる感はやっぱあるから、うん、そうですね、そこがねどこでこうちょっとずれたところが来て、うんうん、どうかっていうところですよね、うん、うん、その辺もでも面白いと思うけどな。ねえ、確かに、ね。まあ、そうす。まあ、重なってなくても、その、あ、うん、俺はこれいけるみたいな三段というか、勝算が見えるっていうのはやっぱいくつかあるから、うん、そこは、うんうん、やっていけたらいいなと思うし。そうですよね。うん。うん、それはまあ、おのおの三人が。うん、あると思うんで、うん、そこをなんかやっていったら面白いかなと思いますね、うん、これから、うんうんうん、既存のバンドもやってないアルバムいっぱいありますからね。いや、いっぱいあるよ本当に。それはあるね。だってレッチリとかだってブラッドシュガーセックスマジックやってないでしょ、うん、むしろそこだろうみたいなね。そうそうそう、そうやってないしね。まあ、いやでもレッチリだとバイザウェイとかもやりたいから、ね。そうだね。その後バイザウェイあるのもね、うん。やってないしね。うん、どんだけ渋滞してるのってぐらいの。本当に。レディオヘッドやばい。レディオヘッドだってまだファーストアルバムしかやってないですよ。いや、そう、OK コンピューターね。OK コンピューター。全然やってないし。あ、そうだ。OK コンピューターやってるわ。いや、ベンズとかめっちゃやりたいよ。ベンズやりたいよ。めちゃくちゃベンズやりたいじゃん。ベンズはやばいね。ベンズこそもう、ベンズこそ、あれやばいでしょ。もう。ベンズはもうね。何時間になるっていうぐらい。やばいよね。やばすぎるな、ベンズは。ボーナストラックまでやばいか。ボーナストラックがむしろ一番やばいぐらい、ね。そう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 。キラーカーズがなぜこんなにやばいのかっていうので、一体行くんでしょ。キラーカーズ、ボーナストラックで一回行くんでしょ。キラーカーズで一回確定だよ。ボーナストラックだぞって。アルバムとかどうでもいいんだよとか言ってね。ボーナストラック。キラーカーズなんだ。ボーナストラックで一回が確定してるっていう。いやー。いや、キラーカーズのやばさをね、わかる人と語り合いたいですよね、やっぱ。いや、もうキラーカーズやばいよ、あれは。そうそう。すぎる。もうね、レディオヘッドのキラーカーズがやばいっていう人は、ちょっとぜひコメントに書いてほしいですよね、もう。親友。親友のね。そう、そうですね。キラーカーズはもう。あれやばいよね。あれなんであんな、あれやばいのかっていうのをね、ちょっと言語化。あれをさ、難しいけど。ボーナストラックにしてるって。いやー。いや、なんか一番好きな曲の可能性あるな。やっぱレディオヘッドの中で。いやー、あれのやばさやね。うん。一回ちゃんと話したいよね。そうだね。一回ちゃんと。ベン使いは最後にそれが、最後にっていうか。そうっす、やばい。もう体力取っとかないと。そう。あれがさ、控えてるって感じ。ベンズっていう。だってあれもうとんでもない大名盤じゃん。うん、はいはいはい。なんでそのボーナストラックに。本編じゃなくてボーナストラックに。いや、本編もやべえのに。本編がまずめちゃくちゃやばいですけどね。めちゃくちゃやばいっすよ、あれ。本編めちゃくちゃやばいのに、うん、ボーナストラックが一番。ええっていう。やだ、もう、ベンツはやらない。ベンツはやらない。ベンツはちょっと怖い、怖いですね。ベンツはもうやらない。ベンツ怖すぎる。
封印。でも、その前のストリートスピリットとかね。で、いやもうこんだけいろいろあるんだよって、ハイアンドドラゴン。やばいよ。持たないでしょ、ね。やばいよ、もう、やばいよ。ジャストに。ジャストにね。もうフェイクプラスティックトリーに。サルクに。サルクやばい。サルクやばい。あのさ、これ1曲1時間ずつじゃん。やばい。後半やばいよね、みたいな。やばいやばい。いや、ベンズダメだ。もう、ベンズはやらない。もう、やばい。ベンズ聞いてねえよ、今日。ベンズまた上書きされた。上書き。ベンズもだってプラネットテレックスからベンズやってさ。いやもうだってな、ベンズにしても、で、ハイアンドドライですよ。もうここハイアンドドライでさ。で、フェイクプラスティックトリーでしょ。そう。ふざけんなよって。ナイスドリーム。それでだってもう、ね、一曲1時間ずつ言ってるじゃん。そうだよ、もう、ふざけんなよ。これ12時間ぶっ通しとかなりますよ、本編で。12時間か13時間ベンズ ベンズだけでね、2、3ヶ月行くよね。やばいやばい。いや、でももう、そういうレベルですよね、本当に。ベンズはそのレベルだなぁ。で、ブラッドシュガー、セックスマジックとかもそうですよね。ブラッドシュガーも、ブラッドシュガーもそうだし。やればそのレベルですよね。なるし。ナインチネイルズのフラジャイルも。フラジャイル、フラジャイル。フラジャイルもやばいっすよね。フラジャイルもだってもうやばいっすよ。2枚組でそうなる。あれ、新年一発目にしてたらもうね、4月ぐらいまでやってますからね。ね。俺が選ばなくてよかったでしょ、あれ。危険な、危なかった。フラジャイルいいなとか思ってたんだ。危険な。目に長すぎるっつって。ニルバーナだってインユートロやってないしさ。そうっすね。確かに、インユートロやりたいっすね。ねえ。でも、やってないもんね、そこもね。スマパンだっていろいろやってないしさ、っていうのが、ね。スマパンだって、一番の、一番有名なところやってないじゃないですか。メロンコリやってないし。マシーナしかやってないじゃん。うん、我々、マシーナだけやったんでしたっけ。そうマシーナだけ。マシーナだけなんでやったんだっけ、なんでマシーナやったんだっけ。いや、マシーナは、できるっていうか。できる、うん、一番ちょうどよくできるみたいな。そうですね。ちょうどいいと、ね。ああ、なるほどね。もうメロンコリになると、もうフラジャイル状態だよね。そうですね。確かに。これはもうちょっと長すぎるっていう。うんうんうん。そうですね。いや、でも、我々のマシーナ界めちゃくちゃやっぱいいっすよ。おお。これも聞き直しましたけど。うん、マシーナカイ君、うん、どんな話してたんだろう。これもすごい、これもね、なんか、妻ファンをこんな語ってる、的確に語ってるのないんじゃないのって、もう、でも、申し訳ないけど、本当に手前味噌で。もうやめなさいよ、ジガジさんはもう。ジガジさんでね、このなんか、本当に、妻ファンを、この、ポリコレバンドとか、多様性がとか、だいぶ先見の明というかね。いや、それすごいよね、やっぱ。確かに、そういう目線で話、その話してた記憶、確かに。思い出した。結構ね、面白いんだよ。いろいろ。いや、でも、スマパンはなんか、今年アルバム出してるじゃないですか、なんか。ああ、青いやつだね。なんか、3枚組ぐらいのやつ。はいはい。あれめちゃくちゃいっぱいあるから曲が、うん、なかなかその全体像捉えられないですけど、うん、あの聞きにならないもん多すぎて多すぎるとそういう問題が出てくるんですよね。直近ねその流れで、うん、あのまた聞いたら、うん、1枚目はとりあえずめちゃくちゃ良かったっす、ね、おー、あー、なるほど。でも1枚目で力尽きちゃうよね。いや力尽きる聞く方が。だから、いや、でも、すごい、1枚目良かったんで、うん、ああ、なんか、やっぱ、スマパンって、ビリー・コーガンって、やっぱすごいわっていう、感じかな、うん。結構ね、ロックオペラ的な感じだったりするんですけど、面白い。面白そうだな。うん、やっぱあの人の感性はすごいなっていう。うん。
ね、まあ、トゥールとかもね、テンサウザンズデイズとか、ああ、っていうか、その辺も、そもそもテンサウザンドデイズ以降やってないんですよね。普通にやりたいよね。テンサウザンドデイズとやって、フィアイノキュラムと、フィアイノキュラム、うん、うわ、やばいっすね。トゥールやっても誰も聞かねえかんな。ちょっと前までだって再生数知らねえんだ。90回ぐらいでしたからね、再生数。90回。2桁。いや、だってね、ラタララスで90回言って。2桁って話で、ね。それはすごい、逆にすごいなって感じですよね。いや、これはやっぱね、うん、日本人はダメだよね、これは。いやー、僕らの力不足ですね、本当に。嘘。いやー、俺ら頑張ってたでしょ。もっとこれをね、やっぱ名和ラジオがきっかけでトゥールを聞き始めましたっていう。名盤ラジオ、お前らよ。名盤ラジオを聞く人もトゥールは聞かないっていうね。じゃあ、トゥール。ねえ。トゥールがね、そういう現象になってるわけですよね。いや、トゥールのね、日本での、日本においてのトゥールの知名度の低さはね、ダメ。これはやっぱね、これはやっぱね、ロック後進国ですよ。これは。やっぱ。うん、まあまあまあ、そうですね。福川の。でやってる人たちは、うん、世界最先端のロックをやれてると思うんだけど、聞く側の意識がね、ルールを受け入れられないとダメですよ。まあでも、この名盤ラジオを聞いてくれてる方たちは、多分それが受け入れられる人たち多いと思うんで、うん、やっぱそこをね、しっかり、そういう方たちから聞いてもらって、お、トゥールいいじゃんっていう。うん、やばくねって、うん。なんで聞いてなかったんだろうっていう。の、うん、受け皿はね、まあ、そこあると思うんですよ、ね、そこから増やしていきたい。うん、うん、ね。だから。みんなね、ほんと食わず嫌いだと思うんですよね、トゥール。聞いてみたら、なんかやべえってなると思うんで。うん。うん、いや、もう、ね、名盤ラジオの使命だよね、トゥールを。そうそう、テールとシガーロスをテールとシガー絶対おかしいもんだって、あんなすごいバンドが、うん、で世界的にもやっぱね何千万枚売れてるバンドなわけで、うん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 、でそれが日本でこんなに知名度がないっていうのはねやっぱダメだよねっていうのは思いますよ、うん、本当に、うんうん、トゥール広めていきたいですね。まあでも、今度のパーフェクトサークルはね、そのトゥールのボーカルのメイナード・ジェームス・キーナンがやってる、まあ、いわゆるソロプロジェクト、うん、あサイドプロジェクトみたいなものだから、そこをきっかけでね、うん、サイドプロジェクトって言うと怒られるよ。怒られる。うん、メイナードはサイドプロジェクトではないってずっと言ってるから、はいはいはい。あれは私のバンドだって。そうそうそう。一つのバンドだみたいな感じの。そうそうそう。っていう。いやっていう。っていうバンドですから。うん、こっからまた。きっかけでね。そう、うん。このボーカルやべえってなって、テールに行ってもらいたい。ね、そうですね。確かに。パーフェクトサークルでメイナードすげえってなって、テール行く人もいるかもしれないですもんね。うん、確かに。うん、まあ曲自体の聴きやすさみたいなので言ったら、まあパーフェクトサークルの方がね。うん。間違いなく。いいでしょうからね。フィアイノキュラムとかあんま歌ってないっす。フィアイノキュラムはちょっと難易度高いよ、あれは。やっぱ、ね、あれ一番難易度高いかもね。いや、高い高い。ねえ。高い。あれは。あれは、ちょっと、自分の中ではまだ消化できてない気がする。そう。フィアイノキュラムの先行で出たフィアイノキュラム出た時ね、うん、結構、ああ、なんかすごい難しい曲だなと思ってたら、うん、それが一番ね、簡単な曲だったっていう、蓋を開けてみたら。
一番それが分かりやすい曲だったんだこれがっていう、うん、ご衝撃的でしたね。いやでもフィアニューキラーはめちゃくちゃ個人的にはやばいっすね、うん、でもやっぱあれあれだけ難解な、かなり上位に来ましたね、うん、アルバムがテイラースイフトを破って1位取ったりはい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 、はい、その話は本当に面白かったですね。で、うん、でやっぱあのアルバムに入ってるテンペストがグラミー賞のベストメダルにノミネートされたりっていう、やっぱちゃんと評価されてんでしょ。そうですね。ね。ちゃんと、うん、そうなんですよね。やっぱそこがね、うん、やっぱすごいなっていう、アメリカっていう。うん、そうですね、うん。そこでなんか、ね、うん、すごく、なんていうかな、聞いてる側の意識の違いというか、うん、うん、土壌が違うよなっていうのはどうしても感じるところはある、ね、うん。そうですね、うん。やっぱりすごいっていう。そうですね。そこはだから、ここでも伝えていきたいところですよね、うん。アメリカはそういう感じなんですっていうところを。うん、やっぱり音楽としての凄さとか、ものすごい個性を認める土壌があるっていうのはやっぱりアメリカって素晴らしいなと思うし、日本ってどうしてもなんかそういうのを出る杭は叩くじゃないけど、なんかそこのなんか若干の意識の違いというか、まあ良し悪しなのかどうなのかわかんないんだけど、いうところもなんか感じたりするからね。そうですね。トゥールっていうこう素晴らしい音楽は伝えていきたいと思うし。やっぱトゥールになると熱いっすね。こんなすごいロックバンドないっすもん。やっぱいいっすよね、トゥールは。なんか、僕もなんか何度か言ってますけど、あの4人がやっぱすごいもう、4分割のあの素晴らしいパフォーマンスをして、最後にステージ上でハグする、あれがもうなんか全て物語ってて、めっちゃ感動するんですよね。そのお互いのリスペクトとかそういうの含めて、あれがなんかもうなんかバンドの素晴らしさが凝縮されてるっていうか、お互いのものをこうぶつけ合って、でしかもそれが力関係がまあ限りなく均等でいる美しさもあり、でそれをもう本人たちが分かっていて、最後ステージ終わったところでハグして、みんなよくやったっていう感じの、あれがもう美しいですね。バンド、ロックバンドとしてのなんか成り立ち、パフォーマンス、すごくその個々のメンバーがものすごい巨大な自分の世界を持ってて、でそれをもうバチバチにバンドでぶつけ合わせて、一つのものすごい大きな音世界を作り上げて、でそれをなんかお互いがリスペクトしてね、ライブの最後でそうやって称え合うっていう、この構図って結構ルナシーに近いなっていう、そうですね、そうですね、めちゃくちゃ感じるよね。わかるわかる、日本のバンドだと最後でそうですよね、でその音の構造物としての音楽というか、やっぱ構築された美しさというか、そういうところでも結構共通点があるなっていうのは思うんですけどね、トゥールとルナシーって、アレンジの構造の美しさっていうか、なのでやっぱね、トゥールを聴いていただきたいという。まあその足がかりとなるパーフェクトサークルってことで。パーフェクトサークルを。まあ、パーフェクトサークルめちゃくちゃ名盤ラジオで今まで取り上げてきた音楽と相性いいと思うんだよな。だからここはぜひね、ちょっと聞いていただいて。
なんか、そうですね。サードアイが目覚めてほしいなって感じ。ね。そこで、なんか、一人でも、ね、ああ、こういう面白い音楽があったんだとか、こういうバンドがあったんだとか、まあ、そうなってくれたら、うん、なんかね、我々がやった甲斐があったなというのもありますし、うん、そんな嬉しいことはないですね、うん、そこでね、パーフェクトサークルとかトゥール、うわこれ超好きなんですけどっていう人がいたら、もうちょっと個人的にもうメールをくださいというか、うん、飲み行こうぜってなるんで、うん、ね、うんうん、そういう人となんか音楽の話をしたいなというのも、うん、うん、ありますし、ですね、まあ、いろいろね、やっていきたい音楽、取り上げたいバンドいっぱいありますね、うん、アーティスト、うん、いやー、ありますね、もう全然、うん、今名前上がってないところでも多分それぞれみんなね、うん、まだまだあると思うんで、うんうん、いやー、たまらんっすね、名盤、うん、ねえ、うん、渋滞、大渋滞、うん、この中にもちろんね、やっぱルナシーとかラルクとかそういうのも入ってくるわけだし、うん、やりたいのも本当にいっぱいあるもんな、ね、ここでやりたいって言ったのどれだけが実現されるのか、そう、本当そうっすね、うん、わかんないけど、結構やっぱ洋楽中心に名前は出てきてましたから、うん、そういうのがね、2023年は結局、レディオヘッドの1枚しかできてない中で、どこまでちょっと洋楽できるかっていうのが、2024年の名盤ラジオかな。そうですね。でもね、そういう洋楽ができないぐらい、その日本のバンドがリアルタイムで活動してるっていう状況もね、素晴らしいというか、ありがたいというか、もう、うん、嬉しいんですけどね。そうですね、うんうん、そういう洋楽、昔のバンド入り込む余地がないぐらいね、うん、どんどん新譜も出てみたいな、うん、それも本当嬉しいですけど、うん、まあうまくね、バランス取りながらやっていきたいですね。やりたいですね、いや本当に、うん、山ほどありますね。ですね。うん。まあ、リクエスト、いろいろコメントとかでいただければ。まあ、すぐにできるかわかんないですけど、僕らの中ではインプットされて、うんうん、そうですね。いきますかな。うん。うん。書いていただければと思いますね。はい。はい。じゃあ、そんなところで、ですかね。はい。はい。じゃあ、来年、名盤ラジオはどこに向かうのかっていうところで。うん。どこに向かうんだろう。ヒントが何かあったでしょうか。はい。ね。語りたい音楽雑談ってことで。はい。やってきましたが。まあ、ね。ちょっと、名前出たとこ、反応するところがあれば、ぜひ、反応していただければと思います。コメントで。ぜひぜひ、エメとアドをリクエストしてください。ほら、ね、リクエストあるじゃんっつって俺がもう。そう、リクエストがあればね、後押しになりますから。それを口実にやるんで。いや、でも、エメ会はもう普通にもうやりたいですからね、ここまで。遠藤さんが。俺もエメね、もう、三日三晩語り尽くすよ、もう。いや、もう、それをで聞いていたい、ただ。ただただ。でも、絶対もうね、登録者数を増やす、俺はもう。もう。エメファンにね、ちゃんと、こう、響けば。そう、それ。あらゆる手を使っても、見、うん、てくださいって、もう、登録してくださいって。まあ、それぐらい、熱く入れ込んでるんですけどね、今ね。まあ、結局やっぱね、今までの、なんか、やってきた中で言うと、熱量がやっぱ一番重要ですからね。うん、熱量は結局伝わるっていう。うん、
ところは思うから。まあ、それだね。うん。そこがその N ゾさんの熱量がね、うん、もう、本当に、なんていうか、本物だと思うんで。うん。そこが、しっかりアウトプットできればもう、絶対、素晴らしいコンテンツになるはず、ね。それが、こう、おのおのみんなやっぱ熱量がある、アーティストがある、いると思うんで、うんうんうん、それをなんか打ち出していきたいですね、来年は。そうですね、そうですね。うん、だからその3つの縁が交わってなくても、それをやっていきたいっていう。そうそうそう。っていう年ですかね。これが好きなんだと。もうこれを聞けっていうのをなんか打ち出して、行って、うんうんうん、そこに、反応してくれる人がいたら、やっぱその人は宝物だし。うん。そういうのをやっていく年にしていきたいですかね。やっていく年ですかね。うん。うん。うん、とか言って、めちゃくちゃ伸びるかもしんないけどね。めちゃめちゃなんか、ね、めちゃめちゃなんだろう、なんだろうね。そういう感じでやっていけたらいいですね。そういう感じで。うん。おのおのの好きを、うん、叩きつけていく年になったら、うん、それはそれで面白いんじゃないかなと思いますね。うん、でそこに反応してくれる人がいればめちゃくちゃさらに嬉しいっていうね。嬉しいし、うん、まあ秀樹くんがそう言ってるんだったら聞いてみようみたいな、うん、そういうところの軸でなんか増やしていけたら最高だなって。うん、うん、若干そういう、うん、そういう軸をちょっと増やしていきたいですね。ですね。うん。まあ、それとともにというか、もちろん今まで取り上げて、盛り上げさせていただいたバンド、アーティストも、ね、リアルタイムで動きがあれば、うん。うん、がっつりやりますしという。そうですね。そうですね。うん、それがもうすでにね、見えてるしじゃん、うん、そう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 。早速だってもうラルクライブだからね、これはもうだって、やるでしょうみたいなのはあるし。あるし。そのとこもちゃんと押さえていきますので。ですね、うん。というところでね、2024年の名盤ラジオもご期待くださいということで、うん、もう本当一緒にね、音楽行く楽しみを、もう本当に最大限楽しんでいきましょうっていう感じですね。やっぱり、ね、なんか、うん、それが一番ですよね。本当そうだと思います。うん、一緒に楽しめればという、うんうん。だし、そこのなんかもう一つの、なんかね、楽しむきっかけになってたら嬉しいなと思うし。うんうんうん、ですね。です、うん。じゃあ、まあ今回はそんな感じで、はい、いろいろね、もう好きな、はい、僕らの好きな語りたい音楽をひたすら雑談してきましたっていうところでしたけど。はい。はい、そうですね。まあね。年末ですからね、年の瀬だからこういう回もあっていいんじゃないでしょうかっていうことで、うんうん、来年に向けてまた名盤ラジオもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、え、俺あれパンテラやりたい。出た、最後の最後に。最後の最後に確かに、まあ、出た、パンテラ来年パンテラやる。意外すぎるパンテラ。意外すぎる。パンテラね。パンテラやりましょう。パンテラやるなら元リクルもやりましょう。うん、そうそうそう。そういう、そういうところをね。で、来年の終わりも言ってみましょう。そうそうそう。来年こそは。来年こそは、来年こそはパンテラと元リクルやるねっって。そういうね。まあ、いつやるかってのも面白いってことで。そうそうそう。うん、そんな感じで、うん、引き続きお楽しみにってことで、はい、もちろん僕もやりますし、うん、いつか、ではでは、そんな感じで、
はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。また。名盤ラジオ。